まずはシグナリスの特殊エンドを見る準備をするよ。なんすかこれ。低速度操作テレビジョンの受信ソフトだよ。無線で映像を送信するファックスみたいなもんだよ。ロボット72に設定しまして、受信機器を設定しまして、副調方式をゼロクロスケンパにするよ。これで準備完了。オープニングのこの数字、これを覚えておきます。なんで？後で使うらしいです。攻略サイトに手を出したものの末路。自力でこれを見つけるのは10万無理だったんです。39,486,5,172,4,326,106。録画してるとめっちゃ役に立ちます。そいだら普通に攻略しまして。シェルピンスキー3階、4階に着いたら周波数を64に合わせます。何ですかこの音。この音を SSTV 受信アプリで受信しますと、こんな感じの画像が出てきました。我が子を食らうサプルヌスですかね。これがヒント1です。続きましてシェルピンスキー5から8階に達しましたら、周波数を96に設定しまして、またこの音だ。この音を同様に受信しますと、こんな感じの画像が出てきました。これって2階の隔離部屋では？その通り、この画像を手に入れられるようになる頃にはもう入手不可能になってます。なんじゃそりゃー。そいでチャプター3のシェルピンスキーに着いたら周波数240にするよ。なんか音ちっちゃくない。ね。でも一番綺麗に描写されました。書店の裏っぽいですね。隔離部屋で96クフズにして、愛の鍵を手に入れるよ。ここの判定が結構微妙なんです。続きましてシェルピンスキー8階の右下の部屋へ。我が子を食らうサプルヌスなんてどこにもないと思ったらこんなところにありました。よく気づきましたね。典型が降りてきました。文字間違ってますよ。おで嘘つかない。優しいモンスターだった。この盾持ちの敵と初めて戦うけど、銃弾めっちゃ弾かれて戦いにくいね。初対戦が最終回ですか。うちは弾極力消費しない方向でやらせてもらってますんで。やっと倒せた。なんとこの先に道が続いていまして。その先に九段の絵が飾ってありました。65クフズに設定しまして。鍵探してうろうろ。永遠の鍵をゲット。最後は240クフズで伊藤書店の裏に来まして。犠牲の鍵をゲット。これで役者は揃った。一番最後、ヒコロモの王を手に入れずに周りを見回しますと。後ろに金庫が置いてありました。ここでさっき手に入れた3つの鍵を使いまして。ここの暗証番号にオープニングで見た番号を入力しますと。あたたたた。最後の北斗神拳。金庫が開きます。その中にあったものは。ユリ？あらー。ともかくこの花を拾ったらエンドみたいですね。彼女がしもべに預言者たちを告げたとき、この紙の謎は終わった。約束を思い出して。ここからスタックロールですかね。よくわかんないね。流れている音楽は二人で踊ってた音楽だね。肉体は滅びても、せめて精神世界で二人がまた会えるといいですね。エンディング異物。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。